続いてはブルガリアのアレクサンドロワです。先ほどフープで失敗がありました。この人も日本では随分人気のある選手ですね、はい、もう一番人気といってももういい顔してますね。これよく見るとボールに星が書いてあるんですよ。またそこも可愛らしいんですけどね。ボールは直径が18センチから20センチ、重さは400グラム以上と決まりがあります。この選手はロシアとウクライナの選手よりも柔軟性はないものの、もう器用さとピボットターンでもう対抗している、そんな気がします。これボールの特徴といいますと他の種目に比べて特徴的なことは、そうですね、まあ、ボールですから丸いものですから まず転がし、物が小さいですからもういろんなところを通したりついたりいろんなことを操作できるんですよね。素晴らしいターンです。素晴らしい。昨日国別で演技したボールはもう大変な失敗をしてしまいましたから、もう今日どんな演技をするかと思えばとても大きなもう勢いのある演技で本当にほっとしました。とてもこうコミカルな面も見せてくれたレオドワ・アレクサンドロワ、はい、この部分です、まあ、よくキャッチしていますね。このターンもとても難しいんですよ。ターンから潜り回転、そしてまたピボットターンに入ります。軸がしっかりしてないと回れないんですよ。昨日の国別対抗では 9.92